で強かったから髪ボサボサ。マナーとしてね、マナーとして天草がいたからとかそういうのじゃなくて。エチカさん。何ですか。今度俺もエチカさんの家に泊まりに来たいってユリコさんにお願いしてもいいですか。お仕事頑張ってください。それじゃあ。松島、え、何、コートに枯葉ついてる。え、あ、本当だ。爪が甘い。私、私歩いていくって言ったんだけど、一花の家まで車で送るって聞かなくて。ちょっと予感はしてたよ。ああ、私的にはこれかな。原作が面白かったし、見やすいと思う。なんで小声？会社の人がいるかもしれないから。ああ、そうか。この子、幼稚園の頃とか買ったばかりのワンピースにすぐジュースこぼしたりして。ちょっとお母さん、小さい頃の話じゃん。ああ、でもいちかこの前体育でボールパスされた時、顔面キャッチしてました。ちょっとリオまで何言ってんの。もしかしてなんだけど、前に言ってた知り合いのアニメ好きな人って片思いの人だったり。鋭いな。そう、当たり。あ、不純な動機だけど、今は純粋にアニメとか好きだから。別にそこは疑ってないよ。有馬にはまだ自分の気持ち言ってない。言ったらちゃんと報告するから、それまで黙ってて。やだ、かっこいい。とりあえず今は試合に集中。あ、はい。なんかちょっとさ、その人がアニメについて話す時の雰囲気とか松島に似てるんだよな。8話でしょ、めっちゃわかる。初回限定ブルーレイ。なんで。私頑張れるんじゃない。雰囲気似てるんでしょ。だったら私にも可能性あるってことだよね。だよね。ロマンスなんて気づかないふりしたい。外出てあなたを